こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。本日も日本プロ野球界の最新情報をお届けします。2023年の野球シーズンは、日本球界における2人のスター選手、岡本選手と村上選手に注目が集まりましたが、このシーズンは彼らの間で大きな差がつきました。岡本選手はシーズン開幕から力強いホームランを連発し、ファンや専門家の期待に応える活躍を展開。その一方で、前年三冠王に輝くなど、輝かしい実績を持つ村上選手は、意外にも打撃不振に苦しみ、多くの場面で凡打や三振が目立ちました。村上選手のこうした序盤戦での不振は、2020の華々しい成績とは大きく異なり、その年の成績にも影響を及ぼしました。一見、この年は二人の間に明確な明暗が分かれたように見えます。しかしながら、MLB をはじめとする海外からの関心は依然として高く、両選手が今後も日本の野球界を牽引していくことに大きな期待が寄せられています。そんな日本を代表するバッターとしての岡本選手と、村上選手の今後について、野球界のレジェンドである落合氏の見解が大きな話題を呼んでいます。今回はその真相に迫りたいと思います。若き二人のスラッガー。2023年のプロ野球シーズンは、巨人の主砲岡本選手とヤクルトの強打者村上選手という若くして頭角を現した二人のスラッガーの活躍に大きなスポットライトが当てられました。この2人の直接対決はファンにとって最高の場面となり、特に昨年は岡本選手が大きく輝いたシーズンとなりました。岡本選手は全140試合にクリーンアップバッターとして名を連ね、打率2割7分8厘、41ホームラン、93打点を記録。見事2年ぶりにリーグの本塁打王の座に返り咲きました。さらに彼の OPS は958に達し、これがリーグトップであるだけでなく、彼自身のキャリアハイとなる数値を叩き出しました。その一方、2022年に三冠王の栄冠を勝ち取り、その名を野球史に刻んだ村上選手ですが、翌年は期待された飛躍の年とはならず、思いもよらぬ苦難の時を過ごすことに。シーズン初頭の25試合では、打率わずか1割5分7厘、ホームラン2本という絶不調に陥り、その後は若干の回復は見せたものの、完全な復調には至らず。最終的に140試合の出場で、打率2割5分、31ホームラン、84打点と、前年と比べて、大きく数字を落としてしまいました。一般的な基準では優秀な成績であっても、前年の偉業を達成した彼にとっては物足りない結果であったことでしょう。特に WBC での長期間にわたるスランプはファンの記憶にも強く残り、2023年を彼にとって不振の年として印象付けました。しかし村上選手本人はくじけることなく、この苦しい時期を自己反省と成長の機会と捉えている様子です。これまで経験したことのないほどの苦しみや悔しさを味わった。これが長い野球人生において非常に価値のある期間だった。と彼は語ります。そしてリベンジに燃える2024年に向けて、村上選手は三冠王と力強く色紙に書き、チームの勝利と自身の栄光を目指す強い決意を示しています。三冠王を取ることがチームの勝利に直結すると信じている。目指すは優勝のみ。という彼の言葉からは、逆境を乗り越え、さらなる高みを目指す強い意志が感じられます。MLB 移籍の可能性。岡本選手と村上選手、日本プロ野球を代表する2人のスター選手は MLB からの注目も高く、彼らの
アメリカでの挑戦については多くの野球ファンが期待を寄せています。特に岡本選手の場合、MLB への移籍願望が強いことが知られており、その実現可能性については高い評価を受けています。岡本選手は2020年と2021年には本塁打王と打点王の2冠を達成し、2023年には再び本塁打王に輝くなど、その強打で多くのファンを魅了してきました。さらに彼は守備においても優れた才能を持ち、2021年と2022年には三塁手としてゴールデングラブ賞を受賞しています。これらの成績は MLB のスカウトや関係者からの評価を一層高めるものであり、攻守にわたるその高い能力は彼を MLB の球団が欲しがる大きな理由となっています。一方、村上選手も前年までは MLB からの注目度が非常に高かった選手ですが、2023年の不振によりその評価に影響が出た模様です。しかし村上選手が以前に示した圧倒的な実力は決して忘れられたわけではなく、再びの飛躍が期待されています。また特に岡本選手に関しては2023年のシーズン中盤以降、彼を観察するスカウトの数が増加したと言われています。その理由としては安定した打撃力のみならず、三塁だけでなくファーストやレフトも守れる汎用性の高さが挙げられています。またグローブさばきの柔らかさや体質改善によるスピードの向上など、岡本選手が持続的に自己改善を図っている点も高く評価されています。確かに岡本選手は現在キャリアの全盛期にいると言えるでしょう。海外 FA 権の取得が2026年というのは彼にとって大きなタイミングの問題を示しています。巨人が過去にポスティングシステムを通じた選手の MLB 移籍を基本的に認めていなかったことを考えると、岡本選手の場合は特に注目されています。しかし山口選手や菅野選手の例を見ると、巨人も時代とともに選手の夢やキャリアを後押しする方向に舵を切っているようです。これは岡本選手にとってもポジティブな兆候と言えるでしょう。彼自身の気持ちとチームの現状や未来の計画がどのように絡み合っていくかが、ポスティングを通じた MLB 移籍の可能性を左右する重要な要素になりそうです。特に MLB アジア地区担当スカウトからのコメントには、岡本選手が MLB での成功を期待されていることが明確に示されています。松井秀喜のような巨人 OB が MLB で大きな足跡を残していることからも、岡本選手の挑戦は多くのファンや関係者から注目されています。 WBC での彼のコメントは、彼が野球に対して持っている情熱とさらなる高みを目指す意欲だというコメントも。 MLB への挑戦が規定路線と言われている今、ポスティングシステムが彼の移籍の鍵を握ると言えそうです。その一方、村上選手の MLB 挑戦についてはすでに球団からのサポートがあり、2025年オフのポスティングを通じた移籍が認められているという事実は、彼の夢への大きな後押しとなっているようです。2023年シーズンに打撃で苦労し、守備面でも問題を露呈したことは、成長の過程で避けられない壁かもしれません。しかし、そのような困難を経験することが、最終的に彼をより強い選手へと成長させることにつながる可能性があります。MLB スカウトからの注目が続いていること。そして、アメリカ駐在のスポーツ紙記者が彼の潜在能力を高く評価していることからも、村上選手が MLB でのプレーを強く望んでおり、その夢に向かって確実に進んでいることが伺えます。特に WBC でのアメリカでのプレー経験が彼にとって大きな意味を持っているようで、MLB への移籍を現実的なものと感じさせていることでしょう。落合が見た
二人の差。落合氏が岡本選手について述べたコメントは、野球の知識と経験が豊富な、彼の深い理解と選手個々の特性に合わせたアドバイスの重要性を示しています。落合氏自身の打撃スタイルが身体的な制約から生まれるものであるという話は、岡本選手に対する彼の見解をより興味深いものにしています。特に岡本選手のアッパースイングに対するコメントは、彼の打撃スタイルが長打を生み出しやすい一方で、コンタクト率の向上には別のアプローチが必要かもしれないという考えを示唆しています。落合氏の打ち方を変えればもっと確率が上がって打つんじゃないかという発言は、岡本選手が自身のスタイルを微調整することでさらなる成長が期待できることの裏返しと言えるでしょう。しかしながら、落合氏は同時に、結果が出ているなら何もケチをつける必要はないとも述べており、結果を出している現状のスタイルを尊重する姿勢も見せています。落合氏が指摘する見えないかすかな変化については、岡本選手が意識的に、または無意識のうちに打撃フォームを調整し、さらなる向上を図っていることを示しているかもしれません。これはプロのアスリートが常に自己のスキルを磨き、微調整を重ねる過程の一部と言えるでしょう。落合氏のコメントは、岡本選手が右にも左にもホームランを打てる能力を評価し、彼が習得しているタイトルもその打ち方の成果であることを認めています。これは岡本選手が落合氏が理想とするスラッガー像に近づいている証拠とも取れます。その一方、村上選手が2022年に三冠王に輝いたことは確かに非常に大きな成果であり、落合氏が大したものですと称えたのは当然のことです。三冠王とは同一シーズンで打率、本塁打、打点の3部門でリーグトップの成績を収めることを示し、これを達成するには卓越した技術と安定したパフォーマンスが必要。村上選手について、シーズン途中から打ち方が良くなり、内外野全ての球を安定して打ち、さらにはホームランにもできていたと評価する部分は、彼が持つ技術の高さと適応能力を示しています。しかし、2023年の村上選手のパフォーマンスについては、前年の大活躍後の期待と比べると不振に終わったとのことです。落合氏はこの不振の原因をメンタルと即答しており、前年の圧倒的な成績と WBC でのプレッシャーが影響している可能性を指摘しています。この分析はスポーツ選手が直面する精神的な挑戦に対する洞察を示しており、成績だけではなく選手の心理状態も重要な要素であることを物語っています。さらに落合氏は、村上選手の打ち方自体は大きく変わっていないとしながらも、相手ピッチャーの攻め方が変わっていると分析。これは成功する選手への対策が常に進化し続けるスポーツ界の厳しい現実を反映しています。対戦相手がより警戒し、徹底して厳しい攻めを行う中で、村上選手が自らのスタイルを見失ってしまったとのことです。球界 OB の見解によると、村上選手の打席でのタイミングの取り方が好調時と比較して明らかに変化していることが指摘されています。これは厳しいマークと期待のプレッシャーが選手のパフォーマンスに影響を及ぼす典型的な例かもしれません。選手がこのような状況を乗り越え、再び安定したパフォーマンスを発揮することが、レジェンドと呼ばれる選手になるための重要なステップであることは確かでしょう。岡本選手の例は、このような壁を乗り越えた選手のいい例であり、彼の成績は、その克服の証です。2018年のブレイクから6年連続で30本以上のホームランを記録するなど、その成果はメンタル面の安定にもつながっていると言えます。こうした成績は他の選手にとっても希望の光となり得ます。村上選手と岡本選手は NPB でライバル関係にありながら多くの共通点を持っています。
両選手ともにスラッガータイプで、主なポジションがサードとファーストであること。さらには、片方が右打ちで、片方が左打ちであることなど、対照的ながらも共通の特徴が。これらの共通点は、彼らの直接の競争をさらに面白くします。将来的には落合氏も認めるように、これら二人の才能あるスラッガーが MLB の舞台で活躍し、ホームラン王争いを繰り広げる日が来るかもしれません。NPB での実績を背景に、より大きな舞台での成功を期待するのは自然なことであり、彼らがそのポテンシャルを世界に示す機会を持てることをファンとしては強く願うものです。日本から MLB へのステップアップは単に技術的な挑戦だけでなく、文化的な適応や新たなプレッシャーへの対応など多方面にわたる挑戦を伴います。しかし、村上選手と岡本選手のような才能ある選手たちがこれらの挑戦を乗り越え成功を収めることができれば、彼らの遺産はさらに大きなものとなるでしょう。これからの彼らのキャリアに期待が高まります。いかがだったでしょうか。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の最新情報をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。